ベトナム共産党は、ベトナム唯一の政党。マルクス・レーニン主義やホーチミン思想を国家の指導理念として掲げ、共産主義の実現を目指す一方、1986年以降は、ドイモイにより、市場経済を容認、推進している。ベトナム社会主義共和国憲法第4条において、国家、社会の指導的勢力と規定され、一党独裁を敷いている。 1930年2月3日、コミンテルンから派遣されたホーチミンが、ベトナム国内の複数の急進的社会主義政党を急合して、香港でベトナム共産党を創設。同年10月の第1回中央委員会で、コミンテルンの指示を受けて、インドシナ共産党と解消し、初代書記長にチャンフーを選出した。1935年には、 第一回党大会をマカオで行った。1945年9月2日のベトナム民主共和国成立後、インドシナ戦争をより広範な基盤の上で展開するためとして、同年11月、ベトミンに合流し、インドシナ共産党は解散した。ただし、実態としての共産党組織はベトミン内でオンズオンされた。1951年2月、 共産党組織が再建され、ベトナム北部のトゥインクアンで第二回党大会を開催し、ベトナム労働党として再発足、ホーチミンが党主席に就任した。1960年の第三回党大会は首都のハノイで開かれ、この中で南ベトナムの解放と北部における社会主義建設が謳われた。1969年9月2日にホーチミンが死去。 当主席は空位となり、当第一初期のレズアンが当主の職務を継承した。北、ベトナムがベトナム戦争に勝利すると、ベトナム労働党は第四回党大会を開き、名称をベトナム共産党に解消した。しかし、その後のカンボジアへの軍事介入による国際的孤立が著しい経済混乱を招き、1986年7月、 レズアンが死去するとチュオンチンが初期長になったが、12月の第6回党大会でドイモイ路線が採択され、グエン・バン・リンが初期長になった。以後は中国に習った一党独裁制の維持と外国投資導入による経済成長の追求が基本政策になっている。1991年にはドウ・ムウイが初期長に就任。1997年からはレカヒュー。 2001年からは、ノンドゥックマイン、2011年からグエン・フー・チョンが、初期長を務めている。2006年4月に開かれた第10回党大会では、その直前に発覚した、汚職事件で、交通運輸省時間が逮捕され、悪化する、党官僚の腐敗に対するノンドゥックマイン初期長の、責任を問う声が強まったため、反対派が、グエン・ミンチェットを立てて、 初期長を中央委員の自由選挙で選ぶことが決まった。直前に、チェットが辞退したため投票は行われず、マイン初期長は再任されたが、党員の意識変化を象徴する出来事として、ベトナム国外で大きく伝えられた。ベトナム国会も、参照党員は2011年時点で、約360万人。5年に一度召集される、党大会が最高期間。党大会は、 大会閉会中の最高指導機関として、中央委員会を選出する。中央委員会は、最高意思決定機関として政治局を、また、党の日常業務の処理機構として初期局を選出する。党首に相当する中央委員会初期長は2011年1月、以来、グエン・フーチョン。党内序列は常に、初期長が1位で、国家主席、首相はこれに次ぐ。 他の一党制国家と同様、党が国家に対して優位に立つため、ベトナム人民軍の憲法上の最高指揮官は国家主席であるが、事実上の最高指揮官は党中央軍事委員会書記を兼任するベトナム共産党書記長とされている。しかし、ベトナム労働党成立以後、この三つの役職は兼任されないトロイカ体制が寒冷化しており、党内権力の集中度は、 中国共産党や朝鮮労働党ほどではない。法治民が党主席として党内序列第1位、党務の運営責任者である第1初期は序列第2位であった。ありがとうございます。